うわやば、なにこれ、え、なんか変なのあるよ、すごっ、おー、なにこれ、やばくない、うわ、でもすげえな、ここ生きられそうな気するね、なるほど、硬っ硬さ、柔らか、壁の硬さ、でも生きれるようになってんだ、はい、という感じで、ここは核シェルターでございます。いや、すごすぎない？日本あんだね。ね、はい、という感じで今回この中で僕と熊で生活します。すごいよな、これすごい。さあ、それでは、はい、今回いる場所、酸素カプセルとか各種シェルター製造メーカーさんの、はい、ワールドネットインターナショナルさんに今回ご協力をいただいて、はい、ありがとうございます。撮影をさせていただいております。はい、今回ご協力いただいているこのシェルターになるんですけども、はい、実はこれ耐震シェルター、あと核シェルター、核シェルターで、ターミネーターそうです。であとですね、こちらなんと酸素カプセルとしても普段利用することができるシェルターになってます。酸素カプセルもなる、そのお話伺った時に、はい、いざってなった時に使い方が分からなくてうまく利用できないってなった時に、普段からその酸素カプセルとして利用しておけばいざとなった時でも使えるでしょっていうことで、はあ、なるほど、健康器具としてそうなんですよ。であと後ろにあるね、クマちゃんの左手の、何か馴染みのないマシンですよね。こちらフィルターになっていて、はい、災害が起きた際にその空気中が汚染されている、例えば生物兵器だったり、はい、生物兵器、そうです、そうです、あとは放射線物質だったりとかが落ち着くまでの間にこういうものでフィルターで除去してくれる。なるほど。じゃあここって何かあった時に逃げ込む場所なんですよね。ここにいれば何でも大丈夫みたいな。そういうことです。すごっ、急にマジで世界がバイオハザードになってるの、こんな感じの大丈夫大丈夫だね。そうです、バイオハザードでも俺ら感染しないですもん、ね、ターミネーターになってもバイオハザードになっても大丈夫。すげえ。ということで後ろのフィルターなんですけども、はい、はい、先ほどご説明したものですね。すごい。はい、キョちゃん目の前にスイッチがあります。はい、そちらを押してください。そうすると空気をろ過するために動き始めます。押すの？はい、どうぞ。押しますよ。はい、おなんか動いた、はい、動いた動いた。これで今その空気がフィルターの中を通って経由している状態です。なるほど。だから外に放射能とかがはびこってでもここで綺麗にしてくれるか。そうです。そんなこと可能なんだね。でですね、フィルター動かすと、はい、この中の気圧が1秒で切り替わるみたいです。ここの会社のものですと。はい、それをするとですね、外気が全く入ってこなくなるという。バイオハザード大丈夫だ。大丈夫だ。すげえ。二、はい、人から物はもうすべて奪っております。はい、ということでお二人には一日この中で生活していただきます。すごい体験です。ということでお二人は衣食住が今回は自由にできません。その衣食住を獲得するためにこちらをお渡しします。うわー、変なもんまた持ってきた。わーダーツか。このダーツの番号のダブルだったり、はい、シングルトリプルにはそれぞれ二人が必要になるものを食べ物も含め書いてあります。書いてある、なるほど。はい、当てたので手に入るってやつ。そういうことです。ポンコツなのに。ポンコツなんだよ。2人ともダーツポンコツだよ。そして肝心のダーツの矢がありません。それはミッションで獲得してください。ダーツの矢までミッション。え、矢まで獲得なのこれ。やだね。じゃあという感じで頑張ってください。マジかよ。ちょっと中どんな感じか一回見る、うん、すごいよこれ。なんかさ、やっぱ居心地も考えられてるのかな。そうだね。周りがさ、ちゃんとクッションになっててさ、ねえ、壁も柔らかいもんね。え、ここもなんか椅子みたいになってて居心地はいいよね。ライトこんな感じですね。十分だよね、明るさ。扉がかっこいいよね、ここ。これいや、ガチだね。実際こんな簡単に開けちゃダメですからね、入ったら。そういう危険な時に、そうだ、非常事態に入んなきゃいけないんで簡単にパカパカ開けちゃダメですよ。ここに扉があるんですけど、はい、これは緊急時に外から開けられるようになってて、外から開けて手を入れてここ開けて中の人救出したりとかね、中に入れるようにするための扉らしいです。今回ちょっとね、動画とか見せようにここ特別に開けさせていただくんですけど、いや快適だと思うよ。まあ普通にね、椅子的なスペースもある。なんか秘密基地感あって男の子は嬉しいよね。それだな。ねえ、秘密基地感はある。確かにこれこそ秘密基地だよね。超楽しい。この辺とか下手に触りたくないね。うん、えらいことになりそう。そうそうそう。いや、ここで生き延びてる少年絶対に映画の主人公だもん。かっけえ。こん中に二人いるんだもんね。ねえ、めっちゃ声響くね。しかし何もくれないし、ダーツは矢もくれないでしょ。理不尽だよな。矢の数でもさ、有利不利変わってくるってことでしょ。そうだね。最悪感じで生活します。はい。二人で横になれるよこれ。いやでもさ、二
前に横になるの死んでもらう。ああやばい。本物の顔はどれでしょうか。本物の顔は、これ大正解。楽しいね。秘密基地じゃん。欲しいかって言われたらそうだよな。暇じゃない。違う。さすがに違う、うん。そうだね。無理がある。でもさ。俺思うよ。ラグジュアリーではない。よく考えな。俺らがここに入ってる時ってどういう状況だよ。世界は汚染され、いや確かに地球はゾンビだらけで、その状況すげえ気持ち次第だよ。パリピしろ、立って。おい、おそれ、ほら、水だ。テンションが監修なのよね。エイジのせいで急に牢獄が水は大事、食料持ち込んで逃げないとね。いやそうだね。それかこの中にさ、買ったら置いとくしかないよね。非常食だろうね。お腹すいた。あ、すいたわ。いやなんかさ、核シェルターだとかさ、とか生物兵器でも大丈夫とかって言われてさ、余ったこと言っちゃいけない日な気がしてるな。なるほどね。あ、そうじゃないんだ。お前な、順応する。大好き。あ、もう違う違う、そうじゃない。俺がしたいのはそうじゃない。これだ。お疲れ様だった。それどうよ、楽しい？最高。最高だった。いや俺結構ここ大好き。楽しい。まあ、秘密基地テンションはあるけど、さすがにもう落ち着きましたもん。ミッションを行っていただきます。ということで、1回目のミッションでございます。よいしょ。こちらのダーツ、じゃんけんで勝った方は2つ、負けた方は1つ。やだじゃんけん。ちょっと勝ちをさせて。なんでだよ。じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。やったー。ほら勝てる気した。4だ。よっしゃ、勝った。2本。じゃんけんすんのもやだよ。俺のがやだよ。何回負けてって思ってんの俺が。おい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 。じゃあ勝ったキョンには2分。おー、喋ってる。喋ってるよ。まだ負けたくまくん。おお、雑雑。ルールはその端から当てる感じになります。核シェルターの中でダーツって世界初じゃん。佐藤、そうなの？持ち込んでるかもしれないよ、世界のどこか。暇だから逃げ込んだ時にね、暇だから、ね。じゃあクロちゃん一投だけいきます。はい。あ、とりあえずこんなもんブル狙っときゃいいわけでしょ。はい。8のシングルでもいい。はい。あ、無駄した。無駄した。はい。はい。18のシングル。18シングル。1本無駄にしちゃった。マジかよ。もったいな。もったいな。何やったか、せっかくジャケで勝ったら意味なくなっちゃった。熊が8のシングル、俺が18のシングルですね。さあ、何がもらえるのか。はい、という感じで、はい、結果の方がもう見えてるんですけども。熊が8、俺が18。はい。ああ、なるほど。8番何？どっちもシングルだね。シングルの8番ですか。はい。8番、スマホでございます。いきなり。で、ちなみになんですけども、1時間だけ。え、少な、いらな、そんなシーン。はぁ、じゃあ大丈夫。あ、大丈夫です。大丈夫じゃあれ、お前が決めない？俺は18番。18番がですね、寝袋でございます。急に早っ。だってゴール地点の景品出てきた。いや、そうだよな、マジランダムだもんな、そんなの。これはもうちょっと関係ない。関係ないです。いやいやいや、やりすぎでしょ、これ。はい、どうぞ。1時間だけですからね。そして続きまして、ぴょんちゃん。はい、こちら寝袋。いらねえだろ、寝袋別に。まあ確かに必要あるかないかって言ってちょっと難しいところだね。でかっ。ちょっと待って、もう一人これもういきなり敷き始めたらもう肩に狭くなる。よし。いや、敷き方なんで斜めに置くんだよ。ねえ。ねえ、ちょっと絶対手じゃない。携帯羨ましい。いや、なんかスマホって常にここにいてくんなきゃ嫌じゃん。まあ確かにないならないで諦めた方が楽かもね。そう、1時間って言われるのも別にすることもねえしさ。うわー、枕？枕だわ。うわー、あ、クーラー、まあ、ターター、まあ、クーラー、まあ、ターター、クーラー、まあ、ターター、悩まずに暮らすことさ、俺たちのこの知識、吐く生ターター。ウキキ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 。1時間経ちました、募集です。ちょっと今、あ、ミラクルボックス。さっき何もなかったのと一緒じゃん、もうこれ。あー、もう意味わかんねえ。悩まずに
マジでサプリスイートさーん、やった方がいい。えこの知識白生だった。ちゃんとやることがないことか。まあ本当にね、命の危機な時にね、この中にいる分にはね、暇だとか言ってられないんですけど、すごいねやっぱり。いやでも命が危機ある時もさ、暇だは言ってると思う。なんか本当にこの中にいたら何でも大丈夫そうだもんね。てか扉がいつもかっこいい。扉がねかっこいい、マジで。ええよいしょ。いやでも俺多分絶対そこ開けんだよって言われても開けたくなっちゃう。開けたくなっちゃう。出た、そういう人いる。多分2日目ぐらいでもうそろそろいいんじゃない。いる。やっぱ勝手に開けたこと隠してそう、ずっとで何人かずつ死んできそうと思う。俺が落ち着きないって思われがちだけどさ。いやそうなんだよ。多分俺の10倍ぐらい落ち着きないけど。それではミッションタイム。シュワー。シェルター内にあるダーツ探しませー。よいしょー。シェルター内にあるダーツを探してください。はいよ。見つけ出した分はお二人がこの後のダーツ5獲得の時に使っていいです。スピード勝負なので全部取ったら、はい、一人締めっていうことになります。うわマジやばい、やばい人いるね。はい、それでは私が扉を閉めた瞬間にでですね、制限時間の方なんですけど、はい、1分半で行いたいと思います。了解、道中膝クリゲ。それではダーツ探し、よーい。うわーマジか。マジか。目隠しは外して確認してください。えさあ今何本ありますか、お二人の手元に。2本ずつか。ちなみにもう1本お二人の後ろの斜め、うわどこだなー。通過してます。これお二人が獲得したら2本ずつという形になります。じゃあでまたね、景品を求めてやってちょうだい。はいはい、はい、じゃあくまくんか。1個目、ほいほい。12キャラの14。あーシングルか。頼むよ。じゃあ賢者いきます。すごいとこいるね。はいはい。8携帯か。1のトリプル。1のトリプル、どんどん1のトリプル出しちゃう。ご褒美なんだろう、こういう具合にくださいね。はい、お待たせいたしました。出した。寝てた。すごい、寝てた。寝てた。そこで寝てた。すごい。寝てた。僕が12と14です。どっちもシングル。なるほど。くまくんよかったね。えおお、ティッシュと弁当。ティッシュと弁当。あでも待って、梅干しの買ってる。そんな嫌じゃないよ。えこんながっつり弁当くれんの、やば。いや俺今ほんとちょうどお腹減ってたね。腹減っててなんかクッションとか寝袋とかもらうぐらいだったら弁当食い物くれ。いいなご飯。てか待って、これさティッシュさトリプル打ち抜いてたらティッシュ3つ手に入ってくる。いらな。キョンちゃんは、じゃあキョンちゃん1本携帯だよね。そう、しかもシングル1時間。はい、1時間ですね。イエーイ、1時間携帯ゲット。もう1個の方がこちら。なんでだよ。なんでだよ。ちょっとなんでだよ。いらない、俺だけこんな快適になるの。超いらないんだけど。じゃあだってここ快適だもん。そうだよ、もうここキャンプマットぐらいあんだよ。そう、12がお弁当。おお、なるほど。ってことは、でも払えたらここ狙う。携帯欲しい時は8で、払えた時は12だよ。そうだ。じゃあすいませんね。ちょっとね。裏山ピー。すっごいお弁当の匂い充満させますが、失礼して。いいですね、幕の内。マジで腹減ってた。はい。幕の内弁当。いや、この具がいっぱいあるというのは非常にいただきます。マジありがて。お腹減ったまったり。めっちゃいいニュース。マジうめえ、磯辺揚げ。ごちそうさま。あわ、ゾンビです。腹が減ったら12か。腹が減った。おー、ゾンビがシルダーの中入ってきやがった。おーやばい。おーバシャカ。あーミッションタイム。よいしょ。今回、はい、ミッションのご褒美を先に発表したいと思います。素晴らしい。今回のご褒美なんですけども、やりたい。そここことは別でもう一つ酸素カプセルを用意していただきました。酸素カプセル入ったことない。最初酸素カプセル入るといろいろ効果があって、怪我の治療が早くなったりとか、ね、睡眠の質とか改善。絶対に入った方がいいじゃん。はい、ご褒美獲得したら、はい、30分間その酸素カプセルに入っていい権利を
差し上げます。かなり嬉しい。休まっちゃうんじゃないな。酸素カプセルかけるミッション、ダーツギリギリ対決。これからミッションでダーツ投げていただいて、はい、交互に投げていただきます、はい、そして合計が30超えてしまった方負けというかですね、ところに投げれる技術ないかみたいな。はい、あのブルとか20のダブルとかもう一撃アウトか。一撃アウト。一撃アウトか。はい、どうぞ。じゃあ俺先行いきますよ。はい。わかんねえ。まあ一回目適当や。適当や。いきなり30。じゃあもう一回やろ。もう一回やろ。また。いきなり。もう一回。やば、いや、やだよ。俺がそれ以上出したらダメなんじゃない。48を。48を上回ったらダメだよね。上回ったら足しまーす。はい、そうなるわ。15。やったー、やったー。30が低すぎるって。ラッキージャッキー。酸素カプセルでーす。すげー。なんか耳抜きが一緒だった時に飴舐めるやつみたいな。これは OK もらいました。酸素カプセル初めてで、飛び出しめたら始まるらしいです。圧力が上がれば上がるほど、はい、血液に酸素が溶け込む溶解型酸素って言うんですけど、それをソーダストリームありますよね、はい、あれ圧を上げると強炭酸になるんですよ。はい、ヘンリーの法則って言うんですよね。そうですね。小学校で習う。じゃあお願いします。酸素カプセルすげー。ちょっと怖い。エアコンついてんだね。耳抜き必要になってる。すごいいい装備なんだけど、ちょっと怖いな。やったことないけどってやっぱ怖いっすね。せっかくなんで飴をいただいちゃいます。わ、すごい、耳抜き本当に必要だ。だいぶ酸素がある気がするんですけど、僕の勘違いですか。それよりもね、耳がねちゃんと詰まってくるんで。すごいね、酸素カプセル。酸素カプセルって、まあ、プンちゃんに酸素カプセルを使ってあげて、でその中にずっといた記憶がありますね。プンちゃんは怪我の回復が早いっていうじゃないですか。で僕ちょうど今あの足じん帯やっちゃってるんですよ。早く足を治したいなということで、ここでどれだけあれできるかですね。体を治せるか。ってことは、この中でどんなに筋トレしても苦しくないってこと？うん、いい、いい。風が、暑さを入れたよが。多分20分ぐらい経ってますね。でもすごいなんか、楽な気がする。生きてんのは。ああ、幸せ。寝ていいよね。自由だし。おやすみ。っていう感じで帰ってきました。だいぶ良かった。酸素カプセルマジで入ったことないから、そうそうつかないんだよ。快適。うん、でも鼻詰まってるから。普通に普段から苦しかったから。じゃあ普段苦しいのがあの中では苦しくなかった。苦しくなかった。体軽くなる。7キロぐらいは軽くなったんじゃない。えっ、そういう話じゃない。えミッション、ミッション、最近やっていいですか。最近はタイムカプセルで過去に戻ったところです。そんな君たちにこちらを1本ずつ支給したいと思います。1本支給、一本支給です。素晴らしい。あ、ご褒美タイムってこと。ご褒美タイムです。しゃ、何番狙い。まあ、ブルかな。あ、はい、はい。あー、惜しい。17。初めてじゃない。17シングル初めてだね。あれだよな、確かご飯は11だっけ。12だよ。12か。はい。うわっ、しゃ。今でも当たったとかブルとかだよね。いや、マジか。ちょ、ご褒美なしだ。ご褒美なしだ。最悪だ。よっしゃ、ちゃんと狙ったんだけどな、はい、今悔しい。びっくりした。ありがとうございます。何、うまい棒です。いらな、ガチで。さっきいただきます。いいなあ、腹減った。たこ焼きのうまい棒がよかった。俺もうまい棒は17番か。先にブル当てた方の勝ち。イエーイ。シンプルじゃないか。はい、シンプル。じゃあいくよ。いけろ。うまいやん。ブルックリン。ブルックリン。うわぁ、頼む頼む。うわ、惜しい。はい、セイ。むずいね。はい、ブル。よっしゃー、ブルゲットー。あ、でもギョージャー先行。そうだよ。奇跡起こすか。奇跡起こす。ブルゲット、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 ブル中野、ブル中野。はい、勝ちました。最初には3本です。おお、贅沢。3本イエーイ、嬉しい。なんかブルで勝つって嬉しいね。1本です。もう夜も更けてますからね。これね、いいの当てないとね。いや、なんか枕になるものが欲しい。キュキュの何でもいい。1投だけいけいけ。2。うわ、2か。急に下手になるんだろうな俺。16。初めて。初めて。13も初めてじゃない。8。お、9台やった。クマからいきます。クッションです。あ、よかった。願ったり叶ったり。本当だ、超いいじゃん。枕から何でもいいって言ってたんですよ。あ、そう。はい、で、きょんちゃんはこちらです。え、
めっちゃいいじゃん。歯ブラシと冷やし中華です。歯ブラシと冷やし中華だって。え、めっちゃいいじゃん。最後に携帯です。イエーイ、最高じゃん。でもそのところだいぶお互いハッピーだもんね。わーい、嬉しい。冷やし中華絶対うまいね。冷やし中華って全然よく見えちゃう。いや、めっちゃ匂いがやばい。めっちゃうまそうだね。俺は俺でクッションの恩恵噛み締めるわ。メタナイト、メタナイトのクッションじゃん、それ。うわ、やば、マジでうまそう。冷やし中華ほんと美味しいね。うん、なんで YouTube とかも無いだろうね。ツンとしてさ、香りがあるよ。うわぁ、美味しいですよ。最高でした、ごちそうさまです。爆弾歌詞乗っ取りゲーム。歌詞乗っ取りゲーム、意外にキョンちゃん強いんだよな。今まで結構勝ってる。確かに弱い気してるけど、知らないから弱い気してるけど、なんか歌詞をうまく乗っ取れると持ってる爆弾を相手に渡すことができるというゲームです。じゃあヘニーの用意した通り始まるよ。はい、じゃあ俺から歌い出すんだな。よーい、はい、スタート。愛し合う二人、いつの時でも隣同士。隣のトットロ、トットロ、テンテテ、トットロ、トットロ。子供の時にだけ二人また会いたい。違う、音程も違う。違う歌。トットロ、トットロ、トットロ、トットロ。隣のおじさんも私に一筆書き。ちょっと待って、マジでこれ。逆に待ってさ。俺が歌えないんじゃもうゲーム破綻するでしょ。子供の時にだけあなたに訪れる不思議な出会い、秘密の暗号、森へのパスポート、素敵な冒険始まる。マジでやばい。 あなたはあなたに会いたくて、会いたくて、あなた会いたくて、会いたくて震えるうちのこと。ちょっとわかんないけど、歌詞わかんない。君を思うほど遠くか、遠く遠く離れていても僕のことがわかるように、僕また輝ける日をこの街で迎えたい。僕のただラブソングをまた君に。僕がどこにいてるか忘れたんですけど、届かないほど、なんとかじゃないと好きだから、君に決めた愛の片道。俺が出てこないだけなんだけど。いや、ひどかったな今。はい、という感じでちょっとさっきのゲームからちょっと引き直して、別に携帯をこのゲーム中はちょっと使っていいということで、はい、スタート。見せてあげよう、なるほど、輝く世界を、伝説自分の花を、目を開いてこの広い世界を、魔法の絨毯に身を任せ、大空雲は美しく、誰も僕ら一目縛りはしない。大空、ごめんなさい喉やらない。大空目が眩むけれど、ときめく胸、初めてあなた見せてくれた素晴らしい世界を信じられない。圧が強すぎて止まるって思考。きらめく星が星が瞬く夜に。だって今だって時間かかったのもそういうもんだし、いいよ、え、やれよ。はい、先ほどの勝った、勝ったって言いにくいですけど、じゃあ2本差し上げます。はい、僕はゼロ個みたいです。いやー、なんだろうな、もう冷やし中華食いてんだよな、マジで。この辺、この辺。嘘だ、嘘だ、嘘だろ、嘘だろ。ここ、ここ。19出てなくない？100万の語尾なんちゃらな。19番なんですか？うわぁ、まあまあまあ。何そのリアクション。はい、こちらです。すっげぇ今じゃない。いや、ちょっと違う。いやー、まあまあまあ、いっか。あー、うまもう、マリ戦闘モード8の形してる。いや、絶対ダメ。猫みたいな。今猫。はい、もうあとはですね、寝るだけなので気持ちよさそうだよね。いや、普通に寝床はいい。寝床はいいよね。時間まで、今じゃダーツやんないの？ダーツはもう、もういいです。この夜の時間まで完全にスマホなしって結構珍しくない？爆睡するしかない。いや、もうちゃんと寝床はあるんで。ちょっと2人で遊ばへんか。うん、
にゃお。猫の方。猫の方いいのよ。ケチョケチョケチョ。だいだい怖がががガサ強そう。猫の。おやすみなさい。電気出てくる。これか。はい。そこの。どのくらい暗くなんだ。わお。マジで寝るしかないじゃん。マジで寝るしかないから寝るぜ。真っ暗する？え、なんかこのシェルター真っ暗ってなったらちょっと怖そうじゃん。けるか。これ誰でしょ。明日はもっと喜ばしい日になるよね。やばい。猫の方。いやー猫の方いいよ。とどろく89手前の62強弁。はちょー。猫の方。いやー47都道府県じゃなく22都道府県もうちょっとでなんねえでそう。おはようございます。おはようございます。どうです、ゆっくり寝ました？いや快適だったよ。すげえ偉いな。気がついたら朝だったのに。眠いと思うんですけど、まだ次の撮影です。遠征行くよ遠征。いやー行きたくない。レッツゴー。今最新情報が入ってきました。ヒョンカワの最新グッズ黒 T シャツの方が8月22日まで数年ぶりの EC での販売を発表しました。ヒョンクマメンバーが全員動物に変身して男女共に着れるデザインになっております。期間も短いためこの機を逃さず購入することをお勧めいたします。